はい、どうも皆さん、こんにちは。動画投稿ね、どんだけサボるんだってことで、はい、だいぶ久しぶりの投稿になります。はい、ちょっとね、いろいろあって、なかなか動画投稿ね、できるような状況じゃなかったんですけど、まあ今後ね、まあ最低限週1ぐらいでは動画を上げていきたいと思うんで、今後ともね、お付き合いよろしくお願いします。はい、ということで今回買ってきたのはこちら。キヤノンの一眼レフですね。これジャンク品です。キヤノンの 10D ですね。 10D っていうのかな、 10D っていうのかな、呼び方ちょっとわかんないですけど、はい、こちらジャンク品で3980円でした。で、まあなんでジャンク品かっていうと、まあ付属品何もなしってことで、バッテリーもついてませんでした。で、もちろんここについてるレンズもついてなくて3980円。でもね、この10D で3980円もジャンク品といえど、まあそれは安いかなと思って買ってきました。はい。で、まあバッテリーもついてなかったんですけど、自分昔ね、40D っていうのを持ってて、それのバッテリーが余ってたんで、まあそれと一緒なんでね、まあ、使えるだろうってことで、買ってきました。こちらね。でも、まあ、外観は、まあ、カメラを通してはちょっとわかんないかもしれないですけど、まああんま良くはないけど、まあ、年式を考えれば、まあこんなもんかなって感じですね。後ろもこんな感じですね。でね、まあ見てわかる通り、液晶も、これもおまけみたいな液晶ですね。はい。もう、最低限写真が撮れてるか確認するぐらい。ピント合ってるかとか、そういうのはね、ちょっともう確認できないですね。で、まあ電源スイッチはここにあって、で、一応、動作は問題ないですね。ここに、ちょっとね、メニューとか出るんで、まあ、この液晶、このメニューとか、確認とか、設定変えたりとか、そんな感じですね。写真を見るっていう感じではないかなって感じです。はい。でね、まあ、このダイヤル系は、まあ、ちょこちょこ変わってるとは思うんですけど、まあ、この時代からキヤノンのカメラはそんなに大きくは変わってないのかな。って感じですね。こういうのオンオフとか、まあ、細かいところまではちょっと今回ご説明しないですけど、あとね、ちなみにね、この横のところのこのデジタルアウトとかビデオアウトとかの、これカバーが本当あったんですけど、もうボロボロだったんで、もういらないんで取っちゃいました。ここなくなっちゃった。で、あとね、このリモートのカバーとかもね、これはもともとなかったですけど、まあここなくても別にいいでしょう。土砂降りの中使うわけじゃないしね。はい、いいでしょうってところですね。はい。で、あと上のこのサブモニターのところかな、ここはまあ変わってないですかね。今の、7D とか使ってた時も、まあ、7D もそんな最新の機種じゃないですけど、ここは特に変わってなかったですね。こんな感じ、こういうふうに普通に必要な情報が表示される感じです。はい。でもダイヤルここと、これと、っていう感じですかね。2つあって、あとホワイトバランスとかオートフォーカス。ISO 感度とかね、どこまで行くんだろう。はい。とりあえず一番上で1600。それの拡張がハイになってるんだけど、まあ多分1600とかでも多分ノイズがひどくて取れないでしょうね。まあ、マックス800ぐらいまでが限界じゃないでしょうか。この辺の機種だと。まあ、室内とかで撮るカメラじゃないですよね。で、ちなみにこのレンズは、まあ、昔のあのマキエレンズ、EF マウントの 50mmF1.8 の2ってやつですね。で、これが、まあ、自分持ってなかったんですけど、カメラの北村のなんか中古コーナー行ったら、ジャンク品で売ってました。4280円ぐらいでしたね、これはね。で、まあこれのレンズのジャンクの理由は、なんかこのフィルター今つけちゃってるんで分かんないんですけど、ここの中に傷があるってことで、レンズに傷があるじゃなくて、フィルター枠のところに傷があったんで、まあ、フィルターつけちゃえば見えなくなっちゃうんでね、まあそれに関してもどうでもいいかなってことで買ってきました。はい。ってことで、こちらボディとレンズで、まあ、8000円ぐらいですかね、トータルで。まあ、コンパクトフラッシュとか、ちなみに、記録メディアは、コンパクトフラッシュです。で、こういうやつ。
ね、まあ、こういう知らない人もいるんじゃないですかね、コンパクトフラッシュとかね。SD カードしか知らない人とかも。もう昔こんなんだったんですよね、一眼レフの。あの出始めの頃はね。うん。ってことで、コンパクトフラッシュ。で、これ今ちょっとサイト見てたんですけど、まあ、レンズはキヤノンの EF マウントですね。EFS、今、まあ、EFS レンズっていうのは使えないみたいです。それね、昔、なんかね、なんかこのミラーとレンズの距離が、のもなんかうまくいかないみたいな感じだったと思う、多分。うん、そんな感じ。うん。なんで EFS レンズはつかないです、これ。うん。EF レンズしかつかないですね。まあ、EFS レンズはいいのが安く買えるんでいいんですけど、これはちょっと EF レンズしか使えないよっていうことですね。うん。なんかの理由で確か使えなかった。ちょっと忘れちゃった。はい。で、画素数がね、630万画素ってことになってます。うん。で、630ってね、ひどいなっていう感じだと思うんですけど、まあ、一概に画素数だけではね、語れないところはあるとは思うんですけど、まあそんな感じ。画素数だけで言ったらね、今の携帯の方がよっぽど大きいです、多いですね。うん。でね、まあいろいろパパパッとあるんですけど、まあファインダーの視野率とか 0.88 倍、うん、0.88 倍だそうです。今ねもう 100% 100とか100、1倍っていうんですかね、 100% とかですもんね。なかなか見えない、うん、感じですね。で、オートフォーカスのセンサーは、足もセンサーで7点、即興点が7点だそうです。はい。で、ISO感度も、100から1600?1600 で、あと、拡張の範囲っていうのがあるみたいですね。うん。まあまあまあ。で、シャッタースピードは4000分の1から、30秒。で、まあ、バルブもいけるよというところだそうです。4000分の1。今、普通8000分の1とかなんですかね。うん。まあ、4000分の1秒でも撮んないでしょう。撮る?撮りますかね。4000分の、まあ、十分ですね。4000分の1秒までいけば。まあ、そんなに上げることもめったにないと思います。はい。で、ストロボとかもついてるみたいなんですけど、で、液晶がちなみに TFT カラー液晶モニターの 1.8 型の約 11.8 万画素だそうです。うん。まあ、液晶に関してはね、先ほども言った通り、使えたもんじゃないんで、はい。いいかなっていうところですね。はい。そんなところでですね、まあ、特に深く紹介することもないカメラなんですけど、まあ 50mm の単焦点と、まあそれなりにしっかりとした機能のあるねカメラね、また古いですけどね、まあ遊びで使うにはこのセットで8000円だったら全然いいんじゃないかと思います。うん。まあ今更っていうかね、まあ、自分写真を撮るっていうよりもこうなんかいろいろボディをいじくって、遊ぶっていう感じなんで、まあね、写真を本格的にやってる方とはね、ちょっとあんまりお話が合わないんで、あれなんですけど、まあこれご覧になってる方もね、うん、写真とカメラとか本当に本気でやってる人からしたら、うん、ね、まああんまり多くは語らないでおきましょう。はい。ということで、このざっくりの紹介なんですけど、ジャンク品で EOS10D 買ってきたよっていうことでした。ちょっとだけね写真撮ってきたのをこの後流しておきたいと思います。まあ写真の良し悪しじゃなくて EOS10D このカメラでねどんな写真が撮れるんだというところです。まあ、正直多分ね最近のコンデジの方が多分3倍4倍機能はいいんでしょうけど、うん、まあ自分こういうね、まあこれは、なんだろうな、レトロっていうところまではまだ行ってないんじゃないかな。最低限デジタルですからね。うん。最近フィルムカメラも使ってるんですけど、
まあフィルマね、ちょっと現存出しに行くとかはね、面倒なんで。うん。まあ、そんな感じでございます。はい、なんかね、だらだらと喋ってしまいましたけど。最後にね、これで撮った写真、ちょこっとだけご覧いただきたいと思います。はい。ではまた、近々ね、動画頑張ってあげていきますんで、よろしくお願いいたします。では、今回はこんな感じで、失礼します。さよなら。